returns. They show you claim denied.僕が預かっておく。夢中になったら止まらないからね。無事戻れたらちゃんと返すさ。お願いします。見えてるのに行けないのはなんとももどかしいな。飛べそう？君次第じゃない。見てみたら。どうだい？やっぱ無理だ。あぶねえ。驚かせるなよ。悪い悪い。やはりこちらからはいけないか。構造上つながってるはずだ。ま、戻って調べてみよう。
あれってどうしたんだ。うん、あれもっとよく見てみる。時間が惜しいんだ。回りくどいのはなしにしてくれ。の本説明しよう。これはやっぱりいい。下に行けばわかる。まったく負けず嫌いだな。なるほど、そういうことか。まさか空中を歩けるなんてな。正確には透明の橋だけどね。ちゃんと人が乗れるのかな。なんだ、今日は妙に冴えてるね。うんふんふん、今日はね。ちぇ、上手するか。やっぱり考え直そう。スレイ、大丈夫？あれ？ああ、私は確か森で。あれ？本当の意味でただの人間だ。だな。大丈夫そうだ。ありがとう、心配をかけたようだ。君は？名前。そっか、名前。そう、俺はスレイ。スレイ。うん、よろしく。スレイ、この近くで落ち着けるところはないだろうか。都まで帰る準備を整えようと思うのだが。都から来たんだ。どうだろう。俺の住んでるとこに来なよ。スレイ、それは。いいのか、何者とも知れない私を案内しても。困ってる人をほっとくなんてできない。そんだけ。大体名乗らないのも変だ。怪しいと思うのが普通だと思うけど。君は私の名を尋ねないのか。事情があるんだろ。でも悪い奴には見えないよ。スレイ、重ねて感謝する。じいじの雷、覚悟しておくんだね。うん。何か？うん、なんでもない。とにかくあっちだ。さあ行こう。蒸し返すつもりはないけど、目を離さないようにね。うん。まあ彼女困ってる状況じゃなきゃいいな。いつもながら甘い。
無事帰ってこれた。なんという美しさだ。まるで神話に出てくる天族たちが暮らす神殿のよう。本当に天族って呼ぶんだ。何かおかしいだろうか。うん、神、霊、魑魅魍魎といった姿なき超常存在を人は畏敬の念を込めて天族と呼ぶでしょ。天意見聞録の引用。じゃじゃーん。君も読んだのか。君もってことは。幼い頃にそれは何度も。だっと、俺の村はここから少し行ったところだから行こうか。了解した。天意見聞録って子供向けの本なの？ん？さっき子供の頃に読んだって。大人も大勢読んでいるよ。私が早熟だったのだろう。なんだ、そっか。うん、素晴らしい本だからね。ああ、なごっちゃった。どうなることやら。ここが俺の村、伊豆地だ。じいじに報告してくれ。黙っとくわけにはいかないよな。後で来るんだろ。うん。みんな来て、紹介するよ。ん？これが森で暮らす俺の家族。これは芝居？それとも何かの演出か？なんでもない、忘れて。君は面白い人だな。あれが俺ん家。先行って休んでてよ。俺ちょっと用あるから。村の中を拝見しても？いいけど、みんなを怒らせないでね。なるほど、ここは天族の森と言いたいのだな。そう、それでは粗相のないようにしなければ。さて、肉りをじいじにうまく話してくれてるかな。
まあスレイから直接聞いてください。しょうのない。このバカモン。ただいま、ジジ。なぜ人間を我らの地に連れ込んだ。ジージ、スレイの言い分も聞くって言ったじゃないですか。今から聞くとこじゃ。スレイや、分かっていながら戒めを破ったのか。ごめんよジージ、放っておけなかったんだ。この地に災いをもたらすだけだ、人間は。俺も人間だよ。お前はわしらと共に暮らしてきたことでわしらの存在を捉え言葉を交わす力を育んだ。普通の人間にはできぬことじゃ。この大きな違いがわからぬお前ではないだろう。確かにあの子に霊能力はないみたいだった。それでもスレイにとって初めて出会った人間だったんです。だが同じものを見聞きできねば共に生きる仲間とは言えん。わしはこの地を守りながら赤ん坊の時からお前たち二人を育ててきた。うん、感謝してる。それはお前たちが他の皆と同様にこの森を守る存在となるからだ。無用な侵入者は排除せねばならない。皆の平和な暮らしのために。はい、では行くのじゃ。せめてあの子の準備ができるまで待っていい？急げよ。ありがとう。ジジ、分かっておるよミクリオ。あの子の気持ちはまっすぐで正しい。だからこそわしは心配なのじゃ。スレイ、あ、これ。なあ、この紋章って。ああ、同志の紋章だね。だよな。天族と交信し、かの力を意のままに操り、圧倒的な力を発言する者。同志か。同志になったつもりかい？どうかな。暗黒の世を救う救世主には見えないね。黙るのだ天族よ。お断り。うん、ほら発掘したもので遊ばないだな。彼女遅いな。ちょっと見てくるよ。
しめた？ああ、だがずっと誰かに見られてるようで、なんだか。ご飯にしよっか。すまない、実はもう限界だった。じゃあ俺の家に行こう。気使わせちゃったかな。何か？うん、何でも。さあ、入って。ねえ、君がいる都ってどんなとこ？私が暮らしているのはハイランド王国の都、レディーレイク。レディーレイクって聖剣伝承の？知っているのか？天意剣文録にあったよ。湖の乙女の守る聖剣を抜いた者が同志になるって伝承があるんだよね。ああ、恵まれた水源を持つ都で、酒と祭りが好きな陽気な人々で溢れていた。溢れていた？昔はそうだった。下界の人たちは大変なんだな。下界？山を降りた先のこと。俺ここから出たことないんだ。一人でずっとここに。スレイこそ大変な境遇だったのだな。そうだ、明日からの帰り支度手伝うよ。何がいる？保存食とかカバンとか。そうだな、あと少々の道具類と寝袋があれば。わかった、じゃあまずは狩りだね。明日案内するよ。ありがとう、感謝する。おはよう、スレイ。おはよう、ミクリオ。ミクリオ、早く！のんびりしてる暇はないぞ。わかってる、すぐ行くよ。じいじにいろいろ仰せつかってね。しばらくは暴殺されそうだ。そっか、こっちのことは気にしないで。スレイ、じいじの気持ちも。うん、わかってる。ミクリオ！じゃあまた。あ、あ、おはよう。よく眠れた？おはよう。久々にぐっすりと眠れた気がする。じゃあ早速行こうか。入り口の門から左手だよ。そこにウリボアがいる。いい狩り場なんだ。了解した。燻製にしたら保存も効くし、なかなかいけるんだ。皮も素材としていろいろ使えるしね。少々気の毒だが。やめとく？いや、現実は心得てる。それに都では得られない経験だ。なるほど。今だ、行くよ。行くぞ、進撃一刀両断。すごい槍さばきだ。ありがとう。
君こそ大したものだ。させるか。終われない。大丈夫かみんな。負けるか。負けるか。私も役に立っているだろうか。よし、もう何とか必要だな。見当たらないな。よく探せばいるよ。最後の匂いがする。伝説に聞くドラゴンのようだ。ドラゴンっておとぎ話の？君って面白い人だな。近づいたら危険だ。気が荒い野生種だろう。大丈夫、友達だから。小さい頃は 4、5回吹っ飛ばされたけどね。友達なのか。うん、時々ミルクを分けてもらって村のみんなとチーズやヨーグルトを作るんだ。それは楽しそうだ。楽しいよ、すごく。
集中集中。気絶したぞ。今で攻撃だ。行くぞ。行くぞ。終わったな。グミの調合が終わったぞ。今、古代語で書かれた石碑が見えたぞ。
中集中ケチラ一刀両断タンケチラ瞬撃これどうだケチラ瞬撃これどうだまだいるぞタンケチラ瞬撃これどうだ終わったなだけ狩ればもう十分だ。じゃあ今日は帰ろう。レディーレイクまではどれぐらい？そうだな、2、3日というところだろう。近っ！そうだったんだ。だが、山麓の森は深くはないのに迷ってしまうことが多いんだ。ジージの領域の力だな。スレイ？あ、起こしちゃった。ごめん。よほどのお気に入りなのだな、その本が。子供の頃から何度も読み返して。いつか世界中の遺跡を回るのが夢なんだ。転移見聞録を読んだ者、皆がそう言う。かくいう私もその一人。だが今、世界に遺跡探求の旅などという余裕はないんだ。十数年前から世界各地は人知の及ばないような最悪に見舞われている。最悪？謎の疫病に止まない嵐、人体自然発火、死人が歩き回ったなどとめちゃくちゃな噂まである始末。ちょっと待って、なんていうか信じられない？それとも面白そう？あ、いや。だが事態は深刻だ。最悪によって引き起こされた大陸全土の異常気象、それが原因で近い将来作物の実りがなくなり飢饉がやってくるだろう。最大の問題は旧した国々の間で略奪戦争が起きるかもしれないということ。そうなってはもう止められない。何か手はないの？見当もつかない。伝承にすがるほど。だから遺跡を。いいよ、無理に話さなくても。さあ、俺ももう寝る。おやすみ。おはよう、スレイ。おはよう。今日は昨日買ったウリボアから保存食とかカバンとかいろいろ作らなくちゃ。よろしく頼む。そんな楽しいもんじゃないけどな。始めるときには声をかけてほしい。始めるのか？さあ、ま
まず私はどうすれば。結局すべて君にやらせてしまったな。いいって、慣れてるし。おかげで明日には立てそうだ。ありがとう、スレイ。そう、よかった。じゃあ明日に備えてゆっくり休んでね。俺、ジージに伝えてくるから。もっと下界の話聞きたかったな。じいじ、明日出発するって。そうか。出発は皆で見送ろう。客人には違いなかったわけじゃからな。うん。スレイ、本当に世話になった。本当にここまででいいの？ああ、これ以上迷惑はかけられない。そっか。大丈夫、私たち地図通りに行けば森も迷わないよ。あ、いや、それは信用している。アリーシャ。え？私の名はアリーシャ・ディフだ。アリーシャ。君は何も言わずに、何者とも知れぬ私を助けてくれた。それに引き換え、私は我が身可愛さになすら告げず、騎士として恥ずべきことであった。どうか許していただきたい。そんなこと。スレイ、私は、ん？私は天族は本当に存在していると思う。天意見聞録に記された数々の伝承はおとぎ話などではないと。うん。今世界中で起きている災厄、それを鎮められるのは伝承に残る存在なのではないかと。同志だね。君は笑わないんだな。都では誰もがバカにしたのに。俺も信じてるから。君は本当に気持ちのいい人だ。レディーレイクの都では間もなく聖剣祭が始まる。同志伝承をなぞらえた剣の試練も行う予定だ。スレイ、剣の試練に挑んでみないか。え？では行く。スレイ、今の話考えてみてほしい。どうして？伝承にある同志、それはきっとスレイ、君のような人物だと思うから。これは？僕はジージに言われて、あの後ずっと遺跡であの女騎士の手がかりを探していたんだ。じゃあこれはアリーシャの？ハイランド王家の紋章だ。アリーシャ・ディフだ。ただの騎士ではないようだね。辛いだろうがな、これでよかったんじゃ。ジジ、何者かがわしの領域に侵入してきた。ん？気配を隠したか、小賢しい。危険皆の者、何者かが侵入した。探すのじゃ。気配を隠したことからおそらく氷魔じゃ。心して探索に当たれ。俺たちも行くよ。うん、氷魔であれば事態は急を要する。頼んだぞ。森の方を当たろうと思うが、どう思う？うん、そうしよう。
まあこんなもんか。石はまだ見てないかも。マイセン？おかしいね。ここにはメインディッシュしかないはずなんだが、また新たに二人もお出ましか。これが氷魔だって言うのか。ここは君が来るようなところじゃない。立ち去るんだ。小僧が生意気に。全身恐怖が丸出しになってるぜ。ほら、力んで腕もガチガチ。うわっ、スレイ。お前さん、うまそうな匂いがするね。なんだって。言わせるのかい、お前さんを食いたいって。ふざけるな。最初から全開だ。今日は俺の奥義を見せてやる。終われない。
食え。あれあれ。決戦を守る。狙いなれ。やつを使え。狙い撃つぜ。サポートお願い。あれあれ。終われ。まだだ。あれ。今のは聞いた。狙い撃つぜ。やつを使え。あれあれ。ロー。負けが。決戦を守る。ロー。ことにもないじゃないか。さあ、まだやんのか。され。あ、ワイゼン。ワイゼンを、これが妖魔の本当の。それ、邪悪なる者よ。それともみんなで相手してやろうか。つまみ食いにかまけてメインディッシュを逃すのは面白くない。マイゼン、あとはわしらに任せ。ジジ、さっきの狐人間は兵馬だったのですか。我々と言葉を交わすなんて。うん、あれは人間が兵馬と化した姿じゃ。疲れたと言ってもいい。人が兵馬に。さあ、お前たちはさっさと戻って休み。そうします。さあ帰ろう。うん。動き始めたのかもしれんの。おかしいね。ここにはメインディッシュしかないはずなんだが、メインディッシュを逃すのは面白くない。まさかあいつの狙いって。驚くだろうな。みんな、ごめん。
よし。何が？あ、ミクリオ、どうして？抜け駆けなんてさせないさ。え？僕も行く。ミクリオ、歩きながら話そう。時間が惜しい。あの狐男の言葉、狙いはアリーシャと考えるのが自然だ。ミクリオも気づいたんだ。当然。さあ、急ごう。ミクリオ、なんだよ、改まって来てくれてすげえ嬉しい。嘘一つつけない君じゃ人間の中ではやっていけないだろうからね。ジージー怒ってるよな。ジージーは覚悟していたのさ、いつか君が旅立つこと。大げさだな、一生会えなくなるわけじゃないのに。分かってるんだ、ジージーには。旅立ったら君はもう人間の中で生きていくって。これはジージーの。人間の社会ではお金が必要だ。困ったらこれを売って足しにしろって。そして君に伝言だ。自由に自らの思う道を生きよう。お前の人生を精一杯だってさ。行こう。すごい。人はあまりに無力だ。それゆえ時代が急すると同志の出現を祈る。これが世界。この後最悪の時代と呼ばれた時代に現れた同志の物語が幕を開ける。Thank you.
この森を抜ければ湖が見えてくる。斜面を下っていけばいいはずだ。わかった。ってやけに詳しいの。まあね、この日のために情報を集めていたから。こっそり？ずるいぞ。
ぞ、ミクリオ。ヘビか、攻撃の間合いに気をつけろ。手はしないのに動けるってすごいな。一刀両断。さあ、行くぞ、進撃。これどうだ。ケチだ、逃がさない。これどうだ。進撃、負けるか。ゼリア、負けるか。いきなり氷魔に出会うなんてついてない。妙だな、偶然だといいな。もしかして俺が見えてるの分かって寄ってきてる。どうだろう、まだ断定できない。氷魔が集まってきたぞ。こいつは狼、いや氷魔か。走ってきたらすぐに攻撃が来るぞ。みんな落ち着けない。ひとまず退けたか。やっぱり偶然じゃない、明らかに俺たちに寄ってきてる。見えた、湖だ。大きな町がある、行ってみよう。レイ、準備はできてるよ。行くよ、進撃、一刀両断。まだいるぞ、天狼、ケチだ。行くよ、これどうだ。トゥ、行くぞ。おとなしく眠ってくれ。タ、行くぞ。逃がさない、まず一刀両断。まれ、今以上の強敵と合わないことに。なんか下界に来たんだって実感してきたな。あっちこっちに目移りして道に迷わないように。地図があるから大丈夫なのだよ。ああ、転移見聞録に載っていたっけ。ただ古い地図だから自分で書き足して使わないとだけど。ケチだ。引きかけろ、つまり進撃。これどうだ。巻き上げない。
誰だい？行くぞ！一刀両断！そういう腹で終われない！よし！終われない！おぉ！そういう腹で追撃！終われない！負けるか！終われない！終われない！また次は、また見かけろ！大丈夫か？ミクリオ。何か揉めてるな。本当だ、馬車が止まってる。私らは赤霊の羽、商人のキャラバン隊だよ。俺が隊長のエギール、その子はロゼだ。よろしくな。俺はスレイ、よろしく。今度はちゃんと自己紹介したね。うせえ。あ、キャラバン隊ってことは旅してるの？そう、世界を股にかけてんだ。へえ。俺たちは通商条約に守られている。だからどの町も基本フリーパスだ。密売とか持ちかけてくる変なのもいるけど、あたしらは信用第一。やばい仕事をこなす同業者もいるが、俺たちは俺たちのやり方でやる。それがあたしたちのプライドってやつ。うん、これが人間の証拠ってやつか。そうなんだ、なるほどな。しばらくレディーレイクに滞在するつもりだ。何か入れようなら遠慮なく言ってくれよね。うん、ありがとう。営業する前に馬車を何とかしてほしいんだけど。立派なナイフね。センガルドで譲ってくれない？そっか、残念。気が変わったらよろしく。数日前、アリーシャ姫がここを通って都に戻ったらしい。俺も噂の騎士姫を見てみたかったよ。アリーシャ姫か。無事に都に着いたみたいで一安心だ。あの狐男は追いつけなかったらしいな。それにしても王家のものだったのか。まさかお姫様だったなんてね。姫が騎士、しかも遺跡に探索。どんな事情が。考えてもしょうがないよ。だね。あの狐男も町に入って彼女を狙ってるかもしれないし、早くアリーシャに知らせてあげなきゃ。クリオも撫でてみたら。犬。町に入る申請かな。今のうちに済ませば馬車が動いたらすぐ入れるぞ。うん、じゃあそうします。お、皆さんご迷惑をおかけしました。ちょうどいいタイミングだったな。レディーレイクにようこそ。ここがレディレイクの都か。なるほど、人間の街はこんな感じなのか。ちょっと圧倒されるな。だよな。さて、僕たちは観光に来たわけじゃない。まずはアリーシャを探すべきか、それとも狐男からか。とりあえず街を回ってみようと思うんだ。情報を集めたね。了解。
お兄さんどうこの服、本物のシルク生地だよ。今なら860ガルド、お買い得だろ。安いんだ。スレイ、奥。追い払った方がいいよな。どうやって？露天商に襲いかかった暴漢として衛兵に捕まるのがオチさ。周りの人にとっては普通の人間なんだから。そっか。わかるか坊や、どんなに苦しくてもスリなんてしちゃいけない。うっせえジジ、死ね。そろそろぶっ倒れな。おら、ハエが止まったのかと思ったぜ。ほら、すごいな。ああ、近づかない方がいい。これで仕上げだ。なんだよ、まだなんかあんの。うわ、何驚いてんのさ。あれ、そっちの兄ちゃんなんかうまそうな匂いがするね。スレ、逃げると。本当に賑やかだな。人がいっぱいだ。気を抜かないで。それだけ彼らの横島な心に惹かれた兵馬も多いってことだ。
聖堂に湖の乙女が守るという聖剣があるのかって並ぶ気？まさか。今はアリーシャの安全が大事。今はね。聖堂ってこんなに華やかなものなのか。さすがに同志伝承が残る街だね。それだけに気になる。加護領域を感じない。そういえば伊豆地ではジージの感を常に感じてたのに。ジージが特別大きな力を持っているから。あれほどだったとしてもな。この街はとにかく汚れが強い。ちょっと気分が悪くなるくらいだ。あ、大丈夫なのか、ミクリオ。まだね。正直長居するのは遠慮したくなってきてる。想像してたより兵馬も多いし。俺たちって本当無力だよな。兵馬の姿が見えてるってのに。もどかしいけどしょうがない。僕たちに浄化の力なんてないんだから。それに兵馬に疲れてる人間にも理由がある。横島な心に付け入られてるのさ。こんなに華やかな街なのにな。これが普通なのかもな、人の街では。何吠えてるんだろう。お前は間違いない、狐男だ。追いかけよう。あの狐男、狙いはやっぱりアリーシャだろうね。騒ぎになったから一旦引いたのかも。
なんて逃げ足の速さだ。ワンコがまだ追ってる。絶対逃がさない。失ってさえいなければ。ちょっと待っててな、後でちゃんと葬るから。イクリオ、行くぞ。ああ、お前の好きにはさせないぞ、キツネ。あくまで邪魔するってか。さあ、行くぞ。ツインタロー、ケチアネ。狙い撃つぜ。ハーセン、今やゴール。ケチアネ、ツインタロー。狙い撃つぜ。終われない。負けるか。せん、負けるか。かけろ。せん、円月流。負けるか。狙い撃つぜ。決めてみせる。負けるか。負けるか。終われない。伊豆市ではジージの加護領域がこいつを弱体化させていたのかもしれない。丸焦げになって後悔しな。ミクリオ、今回はしっかり殺すぜ。雑魚のくせに俺の邪魔しやがったんだからな。トリオ、違うんだトリオ、これは黙れ。お前たちは一体。三度は言わない、黙れ。ルナール、掟を忘れたか。次はない。
いいな。行け。アリーシャ姫暗殺の依頼は手違いだった。もう我らが狙うことはない。信じろっていうのか。我らにも矜持がある。振り向くな。姫は何かと敵の多い目。暗殺も姫の排除を狙った手段の一つに過ぎなかった。我らへの詮索などに割く猶予はないぞ。姫が気がかりなら政権の祭壇に急ぐんだな。なんでそんなことを教えるんだ。教授と言ったろ。一応お礼は言った方がいいのかな。ミクリオ大丈夫か。ああ、一体何が。助けられたらしい、暗殺組織に。どういうこと。アリーシャを狙ったのは手違いだったみたいだ。キツネ男はそいつらに連れて行かれた。それよりアリーシャに別の危険が迫ってるみたい。みたいみたいってしょうがないだろう。とにかく聖剣の祭壇に急がなきゃ。なんだ、祭りを見たいなら表に回らないか。でも今お兄さん通ってきたよね。そりゃあ僕は運営に協力してるし。そういうことだ。ここは関係者以外立ち入り禁止だ。急いでるんだ、そこをなんとか。ダメだ。なんか切羽詰まってたから、どうにかして剣の祭壇に行きたいんじゃ。そうなんだ、アリーシャが。それは余計なこと。とにかく助けてくれるならすごく嬉しいよ。じゃあお金が必要だね。お金。さあ、さっきの兵士に渡す袖の下、僕たちが頼んだ上で捕ませれば通してもらえると思う。いくらぐらいいるの。そうだな、ま、1000ガルドもあれば確実かな。やっぱやめとく。ま、よく考えてみて。僕らはどっちでもいいし。そんなに持ってないな。じゃあ何か買い取ろっか。お金になるようなものか。ちょっとそれじゃあ1000ガルドは厳しいかな。やっぱやめとく。ま、よく考えてみて。僕らはどっちでもいいし。しつこいな。あ、この紋章はアリーシャ姫の。ね、関係者でしょ。紛れもなく本物だ。どうぞ。ありがとう。待った待った、武器は預からせてもらう規則です。うん、わかった。Thank you.
せっかく入れたのにここからじゃ祭壇が見えないとか考えてる。つい。おい、ミクリオ。僕の特権だよ。ちぇ。おい、失礼。ちょっと見てくれ。あ、何？スレイ？アリーシャ！やはりスレイ！よくぞ都へ。姫、こちらは？彼がスレイです。ああ、辺境の遺跡で姫を救ったという。スレイ、こちらはマルトラン卿、今回の聖剣祭の実行委員長を務めてくださっている、そして私の槍術の師匠でもあるんだ。よろしく、スレイです。よろしく、スレイ殿。スレイ、都へはやはり剣の試練に。それだけじゃないんだ、実は。その怪しい一団の言うことは事実だ。私のことを快く思わない者たちは多い。だがそれに臆するわけにはいかないんだ。けどアリーシャ。ありがとうスレイ、心遣い本当に感謝する。もうすぐ聖剣祭最後の祭事、上演入刀が始まる。最後まで見ていってくれ。あれが為政者の覚悟か。なんかすごいね。そうだスレイ、剣の台座を見てくれ。あ、うん。見えてないってことは天族なんだ。彼女と話せなきゃ剣は抜けないんだろ。普通の人じゃダメなわけだ。すっげえ、伝承は本当だったんだ。ミクリオ、声かけてみてよ。僕が？俺だとみんなに変な目で見られるだろ。しかしだな。人々よ、レディー・レイクの人々よ、この数年皆が楽しみにしていた聖剣祭も世相を鑑みて慎んできた。だが今年はアリーシャ殿下のご理解と全面的な協力により開催する運びとなった。最近は異常気象や疫病、不作や隣国との政情不安など憂い事も多い。だがこんな時代だからこそ伝統ある祭事をおろそかにしてはならないと私は考える。さあ湖の乙女よ、その力を表したまえ。湖の乙女よ、我らの憂い、罪をその高き炎で浄化したまえ。レディーレイクの人々よ、この祭りを私たちの平和と繁栄の祈りとしよう。祈りが何だってんだ。これで俺たちの仕事が戻ってくるってのか。評議会が武具や作物の通商権を占有したのは戦争を追っ始めるためだろう。俺たちを野垂れ死にさせる気か。こんなもんは評議会の自己満足だ。俺たちはこんなご金取りにはごまかされねえぞ。黙れ、祭りの邪魔をするな。やめないか。
邪魔にろ。仕組まれたな、この暴動は。あの衛兵大臣の仕業に間違いない。勢力争いに守るべき民を巻き込むとは。そこまで腐ったか。アリーシャ、失礼。危険者いけません。敵意に身を任せては、ヒョーマが生まれてしまう。汚れが氷河を生む。このままでは湖を乙女なんとかできないのか。あなたは浄化の力を持ってるんだろう。眷属、それにあなたは私。ってことだ。ミクリオ、火を消してくれ。あの黒い炎は氷河と言っていい。僕になんとかできるのは普通の炎だけだと。分かった。浄化の力は私が振るうのでなく、この剣を引き抜き、私の剣となった者が操る力なの。それなら、スリー、お待ちください。私の剣となるということは、私を宿す器となり宿命を背負うということ。浄化の力を操り、超人的な能力を得る代償に、人に疎まれ心を打ちのめされることもあるでしょう。氷魔から人や天族を救うため苦渋の決断を迫られることも。それは想像を超えた孤独な戦いです。それが同志の宿命。それを今受け入れろっていうのか。そうですわ。だから、君の名前を聞いてもいいかな。あ、はい、ライラです。ライラ、俺世界中の遺跡を探検したいんだ。古代の歴史には人と天族が幸せに暮らす知識が眠ってるって信じてるから。俺の夢は伝説の時代みたいに人と天族が幸せに暮らす方法を見つけること。氷魔を浄化することで人と天族を救えるなら、それは俺の追いかけてる夢とつながってるんじゃないかって思う。ライラ、俺は同志になる。この身を君の器として捧げ、宿命を背負う。私はずっと待っていました。汚れを生まない純粋で清らかな心を持ち、私の声が届く者が現れるの。アリーシャ、下がってて。スレイ、氷魔は任せていいんだね。うん、残った火を頼む。
したのか。スライムたちが私の炎で対処します。同志の力で彼らを浄化してください。了解。ユリは熱く、熱くは赤く。ちょっ、行くぞ。天皇花を天皇花を。まだいるぞ。何があるの。行きます。投了だ。そうですね。俺、同志になったよ。静まれ、静まれ。バルトロ大臣。アリーシャ殿下、暴動が起きたと報告がありました。ええ、ですがもう収束しました。同志の出現によって。何ですと。レディー・レイクの人々よ、こたびの聖剣祭はこれにて幕とする。さあ皆さん、ご退場なされよ。立ち止まらないでください。進んで進んで。後日顛末を伺いたい。マルトラン卿もよろしいか。それではスレイさん、私はあなたの中に戻りますね。あ、うん。俺が器だもんな。不思議な光景だよ。スレイ、どうした？私が入ったせいですね。ミッコミモンは高熱にうなされると思いますわ。どうして？体に入った異質な力を排除しようとする人の機能なのでしょう。天族に腰入れした人は大抵寝込んでしまいます。人が器になるとそうなるのか。やば、もうダメ。スレイ、大丈夫なのか。大丈夫くない。ちょっと3日ぐらい寝込んだね。俺の姫様の悲惨を。スレイ、こっちのが事件だな。目が覚めた。おはようございます、スレイさん。おはよう、二人とも。気分はどう？うん、もう大丈夫。ここは？あれからどうなったんだ？ここはレディー・レイクの宿屋です。アリーシャさんが手配してくださったんです。そして君は本当に三日三晩寝込んでた。そっか。スレイさん、ミクリオさん、少し街を歩きませんか？うん、いいよ。じゃあ行こうか。目が覚めたのかい。よかった。あら、意外と若いのね。同志様。一躍有名人だな。そうですね。Thank you.
腹減ってるだろう、同志殿。すぐ支度するや。ありがとう、おじさん。けど、ちょっと出てくるよ。そうかい？じゃあ、支度して待ってるとするや。お代は気にしなくていいからな。俺のおごりだよ。ほんと？ありがとう。じゃあ、ちょっと行ってくる。人はほとんどいないな。まだ早朝だからか。うん。どうかしたのか？なんか変な感じがするんだよ。胸が押さえつけられるような。なんだって？まさかもう。スレイさん、それは汚れですわ。私の器となったことで感じるようになったのです。私の力は早くも馴染んできている証ですわ。へえ、そうなんだ。けど、汚れってこんなに。はい。人々が活動し始めるともっと汚れを感じると思いますわ。さあ、こちらへ。
ほんと、綺麗な湖だな。ああ。だけどこの湖の美しさとは裏腹に、レディーレイクの街は汚れてしまっている。うん。俺も汚れを感じるようになって実感した。このままじゃいけないよ。ここレディーレイクだけではなく、世界は確実に蝕まれていっています。このように美しい景色であっても、ペン族の加護がないことをなんとなく感じるでしょう。うん。伊豆地ではずっとジージの感を感じてた。なのに、ここでは何も。ライダー、僕たちにただレディーレイクの状態を再確認させたかったわけじゃないんだろう。大事な話があるんだね。はい。お二人に改めてお伝えいたしますわ。同志のなすべき使命を。同志は人や天族に災厄を与える氷魔を浄化の力を操り沈めることができます。これこそが同志の力と言えますが、それをなすことが同志の使命とは言えませんわ。同志が沈めるべきは氷魔を生む汚れの源泉とも言える存在、最下の剣士。最下の剣士。はい。私たちは古来よりそう呼び習わしていますの。どの時代でも多くの氷魔が跋扈する背景には、異常に汚れを持ち、その汚れで氷魔を生み出す最下の剣士が存在していたのですが、最下の剣士は時に世界の在り方を大きく変えてしまいますわ。それほどの災厄をもたらすのです。待って、確か天意見聞録には200年ほど前から同志が現れなくなったって。その200年前にも未曽有の災厄が世界を襲ったとも記されてたな。まさか。分かったよライラ、その最下の剣士っていう汚れの大元みたいなやつを見つけ出し沈めるのが同志の使命なんだね。だけど、そいつは一体どこにいるんだ？今は、同志の使命を理解してくれれば、それで十分ですわ。え？私は、スレイさんに、答えを導き出してほしいのです。後悔のない、スレイさんの答えを。スレイさんのままで、使命は忘れず、けれど縛られずに。そのためにスレイさん、最下の剣士が何をこの世界にもたらしているか、そしてこの世界で人や天族がどのように生きているか、その目で確かめてほしいのです。確かに俺はまだこの世界のこと全然知らない。世界を旅していろいろ知って、その上で導き出した答えを持って最下の剣士に相対してほしいのです。うん、難しく考えることはないんじゃないか。要は世界を旅して回ればいいってことだろう。ですわ。うん、うん、とにかく飯、もう腹減りすぎて倒れそう。じゃあ宿に戻ろうか、スレイが倒れる前にね。はい。石碑か？世界中を旅したいなって思ってたけどさ、それがこんなにいろいろなこととつながってくのがなんか不思議だけど面白いよな。
スレイほど世間知らずな同志なんてきっと史上初だろうな。そっかな。ライラ、俺以外の同志ってどんな人だったの？聞いてませんでした。俺以外の同志ってどんな人だったの？聞いてませんでした。ライラ。はい。何か隠してる？今日はいい天気になりそうですわね。どうやら話したくないらしい。理由は聞いてもいいのか？私は自らに制約をかけ、それを守ることで他の者にない特別な力を発揮できるようになったのです。なのでその制約にのっとって禁じていることがあるんです。ライラは喋っちゃいけないことがあるってわけ？特別な力とは浄化の力のことだろ。あ、蝶々ですわ。ごまかすの下手すぎね。別にいいじゃないか。それを知るためにも世界中を旅するんだと思えば。各地で同志の伝承を追えば分かることか。はい、全くその通りです。君の他にも浄化の力を操る天族はいるのかい？早く宿に戻らないとお腹減ったスレイさんが倒れちゃうんですよね、確か。帰りましょう。もしかしたらすでにすっかり冷めちゃってるかもしれませんわ。戻るとしよう。ここは確か天意見聞録に。戻ったな、同志殿。飯の支度できてるぜ。ありがとう。さあ食うぞ。あー、お腹いっぱい。いい食べっぷりだったよ。美味しかったけど、本当にタダでいいの？まあいいとも。ありがとう、おじさん。同志殿、これアリーシャ殿下からのお届け物だよ。え、なんだろう。これは手紙と俺の剣と荷物と服。ちょうどいい、着替えないよ。君ちょっと匂うぞ。そうします。へえ、どうかな。似合うよ、同志様。ほんと、かっこいいわ。かっこいい、かっこいい。レディーレイクに伝わる同志のいでたちですね。よくお似合いですわ。孫にも衣装って言うしね。素直に羨ましいって言ったろ。絶対言わない。で、手紙には何て？スレイ、突然倒れて驚いた。宿ではよく休めただろうか。貴殿が私たちの目に見えぬ天族と本当に交流を持っていると理解したとき、湖の乙女の聖剣を抜いたとき、あの祭りでの暴動を見事に鎮めたとき、私の胸はこれ以上ないほど高鳴った。そこで私に浮かんだ言葉はありがとうだった。おかしいだろうか。やはり手紙ではうまく伝わらない気がしてしまう。もう貴殿は同志として世界を救う旅に出てしまうのかもしれないが、目が覚めたのならぜひ我が邸宅を訪れてほしい。追伸、送った服は袖を通してもらえただろうか。伝承の同志の衣装になぞらえたものだ。気に入ってもらえると幸いだ。アリーシャさん、
礼を言うのは俺の方なのに。じゃあ行ってちゃんと話すといい。まずはそれだな。行こう。また来てくれよな、同志殿。うん、それじゃあ。思ったより動きやすいな、この格好。一見儀礼風だけど実用的に作られてるね。はい、旅にもうってつけの服ですわ。祭りが終わって町もちょっと落ち着いたな。代わりに同志が噂になってるね。これは同志殿、アリーシャ様にご用ですか？今ならテラスにおられますよ。ありがとう、行ってみるよ。スレイ、来てくれたのか。アリーシャ、同志の装束よく似合ってるな。ありがとう、孫にも衣装だからな。しつこいなあ、ミクリオ。事実でしょ。もしやそこに天族の方がおられる。そうだって言っても信じられる？正直あの聖剣祭の出来事があるまでは信じられなかっただろう。それに出会った当初、君のことはなんていうか、少し変わった人と認識していた。まあ事実だね。ここにいるんだ、ミクリオってのが。これまでの無礼を許していただきたい、天族ミクリオ様。別に無礼とは思ってないから。無礼だなんて思ってないって。そしてここにいるのがライラ、みんなが湖の乙女って呼んでる人。君は本当に同志になるべくしてなったのだな。それに引き換え私は、我々はこれほど身近に天族の方々がいてもどうすることもできない。それは違いますわ。聞こえないって。スレイさん、アリーシャさんの手を握ってみてください。え？うん、アリーシャ、手を。これでいい？聞こえますか？聞こえてないみたいだよ。ではスレイさん、目を閉じて。アリーシャさん、聞こえますか？みたい。スレイさん、目を閉じて、今度は息も止めてください。アリーシャさん、聞こえる、女性の声が。
本当に？アリーシャさん、私たち天族はあなたたちの心を見ています。万物への感謝の気持ちを忘れないでください。私たちは感謝には恩恵で応えます。決して天族をないがしろにしないでください。その心が汚れを生み最悪を生むのです。大丈夫さ、アリシャ、君の感謝はちゃんと届いて。あ、スレイ、もう一度。なんかもっといい方法ない？今のスレイさんではこれしかなさそうですわ。スレイさんがもっと私の力に馴染み、器としても同志としても力をつければ、これほど知覚遮断する必要はなくなると思います。それじゃあ俺が同志として力をつけたら天族の声をみんなが聞くことができるのか？いえ、アリーシャさんはスレイさんほどではないですが、もともと才能があるから聞こえたのでしょう。そっか、そんな単純じゃないみたい。だが私でも言葉を交わせた。天族は間違いなく私たちと共にあることが分かった。それだけでドキドキする。ああ、伝承はおとぎ話じゃない。よし、アリーシャ、俺たちしばらく町にいるから用があったら知らせて。それじゃあ。あ、ではまた。スレイさん、探検家の虫が騒いだのさ。慌てないで、遺跡は逃げないよ。え、よくわかったな、俺が何考えてるか。抜け駆けはさせないって言ったろ。さあどうするんだ。もう一度街を回ろう。きっとどこかに手がかりがある。わかった。